ご視聴ありがとうございます。今回も短め展示動画をやっていきたいと思います。で、ワンホビ展示で、アニプレさんのテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編宇髄天元8分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。で、こちらのフィギュア昨年末ジャンプフェスタで未彩色原型が公開になりまして、今回のワンホビでは彩色版が展示されました。で、あと今だと秋葉のアニプレさんで展示してあるんですかね。これ差し替え紙パーツがあって前髪ありのバージョンに変更ができるんですが、そっち展示してあるみたいですね。それも見たかったですね。で、このフィギュアの一番気になるところが製造がリボルブさんみたいなんですよね。これまで制作協力に、基本ウィングさんの名前があって、たまに違うメーカーさんもあったりしたんですが、今回はもう製造がリボルブさんということで、もしかしたらこれまでのフィギュアと少し仕上がり違うとかもあるかもしれないですよね。リボルブさんこそいろんなメーカーさんのフィギュアに制作協力で名前を見ることが多いんですが、いや、この製造リボルブさんってかなり珍しい気がします。で、私も購入したことないんですよね。でも最近エヴァのフィギュアとか予約してるので、とても期待してるメーカーさんなんですよ。で、スケールとかもこれまでと同じで7分の1スケールで、お値段2万円ちょうどくらいでしたかね。これまでの過去キャラよりは少し上がりましたが、エフェクトがド派手ではない分、最近の煉獄さんや炭治郎と比べると、若干安いですかね。でもですね、エフェクトあり地面台座も大きいので、これなかなかボリュームのあるフィギュアに感じました。どうですかね、他のメーカーさんって宇髄さんフィギュア出るんですかね。アニプレさんさすが本家ということで、バズモットにこのフィグにと展開早かったですよね。でもう遊郭編も終わりましたが、まだ他のメーカーさん動きないですよね。でもフィギュアゼロなんかはもう予約始まってますが、人気もあってリーズナブルですし、このフィグみたいにどんどん増えていきそうな気もするんですけども、ジャンプカレンダーとか見ましたが、ポッパレは出るみたいですね。最近カンロジさんも予約始まりましたし、柱全員出るんでしょうね。で、あとフリーングさんの名前あるんですよね。また極端ですよね。で、Bスタイルということで多分4分の1スケールなんでしょうね。比較的安いかめっちゃ高額かのどちらかで、普通の感じのスケールフィギュアってなかなか出ないですよね。でも煉獄さんとかは多いんですけれども、映画効果とかあると思いますので、本当いろんなメーカーさんから出たっていうのもありますが、今後どうですかね。正直男キャラっていろんなメーカーさんからどんどん出るもんじゃないですからね。鬼滅もある程度人気落ち着いてきましたでしょうし、そこまでいろんなメーカーさんから出まくるっていう感じにはもうならなくなってくるかもですね。でもメガハウスさんとか寿屋さんあたりは期待したいですけどね。出ますかね。でもアニプレさんから出るっていうのは嬉しいですよね。結構安心して予約待てるのではないかと思います。発売まで長いですけどね。で、今回の宇髄さんフィギュアなんですが、受注期間5月1日までと、まだまだ結構期間ありますので、今後の他のメーカーさんの動きを見つつ、予約を検討したいと思います。あとお得なキャンペーンとかもあるかもしれないですからね。もう少しやっぱり様子見たいと思います。はい、ということで以上になります。今回はワンホビ展示でアニプレさん、鬼滅の刃宇髄天元フィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。